こんにちは獣医師の内村です今回の動画はですねワンちゃんがその顎の顎をですねこう地面につけて寝る理由ですねこうやってここで寝てると思うんですけど結構寝てると思うんですけどなんでかなと打ち勝ってる子ももちろんこうやって寝るんですけどなんでかなってことなんですけど可愛いですよね、まあ、そも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 可愛いんですけどなんでそんなことやってるのかっていうことを考えたことないですあのー、理由としてはですねここってこうついてる顎ってこう 硬い骨なんです,よすごく特にワンちゃんの顎硬いですなのでその地面に顎をつけて寝ることで振動を感じてると言われてます振動を感じたいから顎をつけてると振動ですねこう例えば飼い主さんが帰ってきたコツ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 って音さえも振動で感じてるんですよ、まあ、聴覚っていうよりもだからこう触覚っていうんですかねこう感じてるんですそれで「あ飼い主さん帰ってきたな」と思って喜んでねあの フって言って尻尾振っていくこともあればなんか自分見知らぬ人だったらやっぱ怖いから怯えてに、まあ、逃げるってことですねそういうことをするためにまあそもそもそのワンちゃんってその1日のあ睡眠時間の8割の時間はその浅い眠りですねレム睡眠って言われてるんですねこれ別の動画で解説してるのでその、まあ、犬が睡眠時に痙攣する理由っていう動画があるので、まあ、見ていただきたいんですけど そそもそも浅い眠りなんんですよワンちゃんって人間の逆なんですね人間は8割が睡眠の8割がノンレム睡眠っていって深い睡眠だと言われてるんですけどワンちゃんは8割が浅い睡眠なんですレム睡眠なのでそもそもやっぱいろいろ警戒してたりするのかもしれないですねそんなに深い眠りに行ってないしかもこう顎,顎つけてこう振動を感じようとして寝てるんでいろんなこう危険を察知してこうしやすくなっているってことなんですね まあ骨伝この振動っていうのは骨伝導って言われるんですねこう振動をこう感じて骨のこう伝っていって脳に行ってあ危険を感じたりとかしてるそれで危険を感じたら逃げる飼い主さんだったら喜んで寄ってくみたいなねことをしていると言われておりますまあ以上参考にしていただけたらなと思いますす今回結構短いですけど失礼します。